はい、やっていきましょう。スタメン待機雑談。さあ、果たしてね、今日はどんなスタメン組んでくるんでしょうかね、注目でございます。いやーね、もうね、全部勝ちたいですね、本当にね。まあ全部勝ちたいっていうね、もうこっからはね、マジで全勝ですよ。全勝、全勝ローテですよ。まあ残り8試合ですね。そうですね、まあただ阪神ですからね、今日ね。まあてかあれなんですよね、結構阪神これ割と残ってるんですよね。あと3つもね、阪神戦なんと3つも残っています。牧選手、いやーでも今日はあれじゃないですか、ちょっと今勢いで言うと中野選手じゃないですかね。まあそのあたりも注目ですね。ああそうね、巨人勝ったみたいですね。まあそのあたりもね、あんまりドラゴンズはちょっとね関係ないですけど、まあね、世間ではクライマックスシリーズなるものがあるようですので、まあそのあたりもですね。すごいね。でもまあ 6-0 か、巨人2ゲーム差か。本当にこれひっくり返されてもすごいですね。残りの試合数2ゲーム差って結構重いけどね。柳投手ですね、今日は。いやー、頑張ってほしいね。もう何でもいいから本当に勝ちをつけてあげてほしい。マキ無安打。でもそうね、これね、でも本当にね、最多安打争いがね、多分ね、今ね、タイトル争いで一番えげつないことになると思うんで、まあ最終戦でね、いくらでもこれ変わりますからね。これって、最多安打って結構、争いで見ると、まあもつれやすいというか、冷静に考えると、最終戦でね、一気に、まあ最大5安打とかあるじゃん。まあ5安打、6安打ってあんまりないけど、なくはないんで、やっぱりね、最終戦まで気が抜けないタイトルランキングでは、まあ1位でしょうね。打点とかって結構差がつきやすいけど、安打数ってね、結構ポン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 出ることもあるからね。そろそろ大量援護。まあそうね、援護してあげてほしいですね、柳投手を。まあそれで援護率がね戻ってもなんかセーフとはならないけども。そうね、柳投手だっていよいよ本拠地初勝利。まあおかしな話ですね、バンテリンドーム初勝利へってみたいなね、この時期になんかそんなこと言うのもあれですけど、目指せバンテリン本拠地初勝利ですね。じゃあいろいろ事前情報とか見ていきましょうか。今日事前情報で見ると、まあ特に入れ替えないんですね。でこれ気になるのが明日の予告先発ですよ。割とこれってまあ多分梅津投手か涌井投手なんですけどね、読み切れない部分は結構あります。最短で争い、今日まだ牧選手見てないけど、結果、あ、デッドボール2つもあったんだ今日。へー、梅津、涌井、そうですね。あとはまあその2人がね、まあ月曜日、火曜日投げていくと思います。根尾投手ね、これね、東京ドーム、松坂東京ドームが最終戦なんだけど、でも最終戦多分小笠原投手投げる可能性高いんで、東京ドームとか全然あるかもしれない。いや、でもあれか、東京ドームないか。高橋宏斗投手がでも東京ドームだから、あ、でもあれか、ハマスタもあるのか。ハマスタもあるから、いやむしろね、高橋宏斗投手を横浜戦 DeNA 戦に持ってって、で根尾投手を巨人戦東京ドームとかも全然あると思うんですよ。まあね、わかんないけどね、本当に読み切れない部分は結構あります。まあそうね、だって巨人戦高橋宏斗別にそれ無理することないと思うんですよ、相性あまり良くないんで。まあ、だからまあ DeNA 戦の方がいいかなと思うね。で巨人戦根尾投手、それは結構面白いですよ。なかなかね、初対戦というか、まあ先発では初めて対戦ですから。高橋宏斗投手巨人戦はちょっと怖いんでね、やっぱり。じゃあ根尾投手はいけるかっていうと、まあそういうわけではないけど、まあね、根尾投手でっていうのはあるかもしれません。意外とね、バンテリンドームではないかもしれないんですね。
まあ、当然ね、工業的というかね、ちょっと、まあ、地元で投げてくれればってのもあるけど、まあね、来年に向けてっていうところでも、やっぱり別の球場でも投げてみないの、見ないとってのはあるかもしれないですね。巨人戦。まあ、松田か、まあ、ハマスター、柳投手、来週の日曜日はね、まあそう、投げないかもしれないっすね。中地投手とかも投げなきゃいけないじゃん。これだから読み切れないんですよね。中地投手いつ投げるのとか、メヒア投手は多分ね、水曜日とか投げると思うんですけど、中地、だから投げなければいけないピッチャーで言うと、中地、あれか、この連戦中以外でね、この練習を、連戦が終わった、その後で見ると、中地、根尾、で、まあ、小笠原を投げると思う。まあ、その3人で、でも、まあ、で、高橋宏斗で4人、その4人かな。だから、柳投手、これで最終登板になる可能性はある。梅津投手は多分この連戦だと思うんですよ。柳投手、今日で最終登板になる可能性もあるんですよ。本拠地勝って、で、フィニッシュ。梅津、涌井、メヒア、中地、根尾、高橋宏と小笠原ですかね、今後、まあ、多分そんな感じでしょうね。柳投手、いやー、まあ多分これでフィニッシュかもしれませんね。今日が。ね、やっぱり中地投手とかね、根尾投手とか投げていくこと考えると、来週あるかって言われると、てか、だって、あれだもんね、柳投手登板可能性があるのって、1日か3日だもんね。1と3はどうかなって感じあるから、まあ場合によってはっていう感じ。ただ別にね、中地投手が別に上で、でもあれか、中地投手抹消されてないもんね、投げると思うんですけど、根尾投手が登板ないってことはないと思うんで、最後かもしれない。なんか早いっすね。でもそう考えると、まあこれでね、今シーズン終わりってことになるかもしれないです。なんか早いね。もう終わっちゃうな。終わっちゃうね、シーズン。根尾投手もう一回投げると思いますよ。ここまで来たら5位になりたい。まあヤクルト次第ではありますね。ヤクルトがやっぱ勝ちまくってくるとちょっとおいおいおいみたいな感じになるけど、まあでもそれ5位になりたいな。あれですよ、あれ、ドラゴンズのあれを目指していきましょう。ドラゴンズのあれ、ドラフトはね、もうすぐっていうけどね、結構遠いんですよね、意外と。気持ち的にはまだ、確かにドラフトもう少しって感じだけど、今年ちょっと遅い感じなんで、意外とね、まだ1ヶ月以上あるんで結構遠いんですよ。5位の条件は、まあ、全部勝てば当然5位。で、ヤクルトが負けてくれればその分ドラゴンズも負けれるっていう。まあ、当たり前ですけど。ドラゴンズのあれ、ね、5位。ドラゴンズのあれを目指していきましょう。楽しみですね。今後ね、もう、一個でもね、ドラゴンズのあれを達成するためにも。順位。いや、順位ね、やっぱ気にした方がいいでしょうね。てか、まあ、選手たちがあんまりね、良くないですよね、やっぱ。まあ、最下位でいいと思わないでしょうね、選手は。てか、これそうだけど、ドラフトとかさ、だってさ、選手たちからすればさ、全く意識ないわけじゃん。そら一番どうでもいいじゃんね。ドラフトの指名順とか。だからまあ選手たちからすれば一個でも上にって感じだね。まあファンはね、多分ね、なんかドラフトの順位がっていう人いるかもしれないけど、まあ、選手は勝ちたいでしょうね。だドラフトの順位気にしてる選手っていないですしね。ドラフトの指名順とかね。で、あと言うと、これ昨日たっぷり話したけど、ヤクルトと日本ハムと2巡目指名被らなければ
5位の方が美味しいんですよ。これ昨日も言ったけどね、日本ハムヤクルトと全く指名が被らなければ2位が、まあ被らないってことはないと思うけど、まあ候補には上がってるって感じでしょうけど、でもねそこがねちょっとかね、そこがそこ乗り越えればやっぱね5位の方がうまいっすよ。まあ当たり前のことしか言ってないですけど、でもそういうことですよね。日本ハムヤクルトと指名の方向が変わらなければ絶対に5位の方がいい。でもどうでしょうね、渡来選手2位とかってあるのかな、ヤクルトで。まあ日本ハムとあんま被らないと思うんですよね。まあでもね、ドラゴンズじゃ渡来選手取るかって言われるとまあ多少なくはないでしょうけど、まあそこまでって感じでしょうし、ねえ、でもそんなにやっぱね最下位のうまみってないと思うんですよね。佐々木アメリカ行ったら渡来、そうね、渡来真鍋とか上がってくるかもしれないですね。でも どうだろう、でもやらかすってことないと思うんですよね。なんか最悪のドラフトを想定してもやばくならないよね。で、まあ多分ドラゴンズファン的に見れば最悪のドラフトって多分スラッガーを取れないことなんですよ。多分あの大砲左のスラッガー候補を取れないっていうのが多分ドラゴンズ的に一番、まあドラゴンズファン的に見れば最悪の想定なんでしょうけど、と言いながらもじゃあピッチャーでやっぱ大卒ピッチャー取りながらっていうね、例えばまあドラゴンズが、例えばですけどね、まあドラゴンズがどうでしょう、まあ大卒ピッチャードラゴンズ、まあね誰かな、細野常弘、西舘、中央西舘、下村で、そのあたりで1位行って、もしピッチャー行ったとしても、だから竹内夏樹行って、そのあたり行った上で2位でじゃあトーマツっていうケースも、まあ多分ドラゴンズなくないでしょうし、だから誰でなんかあれじゃない、トーマツ岩井とかさ全然2位で行ってもあっていうおっていう、これ決して悪いドラフトじゃないと思うんですよね。それはそれで確かにスラッガー取れなくて痛いけど、大卒ピッチャー誰か取って、でどうでしょうね、大卒ピッチャー取って、まあ例えば、まあ、小蛇投手2位は分かんないけどね、大卒ピッチャープラス東松小蛇とか、なんかそういうなんかいろんな選手取っても多分ね結構美味しい指名になると思うんですよね。あんまりね最悪なドラフト指名ってのが想像できないんですよ。あ、もうこれもうダメだなみたいなならないいやもうドラフトでそもそもそんな風にならないですけど、最悪がないと思うんですよね。小松3位はちょっとね無理だと思う、ドラゴンズ的には。ドラゴンズは遠いんでね、悪いドラフトになるっていうケースがあんまないと思うんですよねと思ってます。多分そんな悪い指名にならないと思うんでね。あ、てかそうね、周平さんもう1週間経つんですよね、これで。だいぶ長いんですよね。だいぶ長いっていうか、まあこれでもあれだよ、正直、周平さん多分このままシーズン終わりって可能性もありますけどね。ネオ投手バンテリンにいるなってことは、まあ投げるだろうな。いや周平さんだってこのままいくと、だってもう戻ってきても、まあ連戦中、いやまあどうだろう、次のカードぐらい、まあ次の連戦中でしょうけど、まあでも残りね、これ多分ここまで離れちゃうと多分実戦復帰ってまず2軍調整からだもんね。
やっぱ1週間これ練習参加してませんから、残り8試合でじゃあもう来るかと言われて本当に最後かもしれない。最後の最後でギリギリ来るかなぐらいかな。周平さんも引退試合とかには来るとは思う、最後のあたりで来るとは思うけどね。ただね、練習すら合流してませんから、これでも長引いてますね。1週間でもね、丸々1週間の離脱ですから。じゃあね、試合復帰ってなるとまた遠いと思うんですよね。周平さんはそうですね、トレードはないんですけど、周平さんはトレードないんで、でもあれか、これね、でも結構難しいんですよ。ただ FA 持ちなんだけど、今の現状だと、高橋周平選手に、サブになってもらうという感じなんですよ、今って。これでも難しいよね、FA 持ちのドラフト1位に、申し訳ないね、代打と守備固めのサブになってくれっていうね。あとたまに出る、それを求めるっていう状況になってますからね、今。これ結構複雑なんですよね。周平さんセカンドはやったりしてますからね。結構難しいですよね、立ち位置がね。ドラゴンズは別に宣言残留はいいですけどね、できますけど。で、そうなんですね、FA もね、人的保障、そういうの話すね、想定するのもあれですけど、でも本当にね、周平さんがやっぱ立ち位置としてはね、サブになってくれという、そういう今、編成ですね。サブで、たまにスタメンみたいな。本当ね、立ち位置が難しいんですけどね。でもそうなんですよね、まだ別に30歳すら行ってないからね。これ決してね、そんなあれですよ、まだまだ衰えるようなって感じではあるんだけどね、年齢的に見れば29ですからね。そうね、大島さんとね、ずっと付きっきりですけども。でもね、多分ね、今年はね、あんまりコンディション良くないっすよ、やっぱり見てて。もう明らかにね、離脱多いですからね。離脱っていうか、休養日が多いんですね、周平さん。やっぱり、多分痛めてるんでしょうね、いろいろ。このまま行くと本当にでも戻ってこれないもんね、今現状。ちょっとでも本当にそろそろって思うけどね、やっぱこのままシーズン終わりってのはちょっと寂しいんで、そろそろねとは思うけどね。
まあね、ねって感じですよ。いやーでもね、内野もねやっぱね欲しいんでね、しっかりね。まあそろそろ戻ってきてくれるといいですけどね、という、まあそういう感じです。ただ1週間だから結構長いですね、もうね。周平さん絞る、まあね、増量してね今年臨んでみたわけだけど、あ、そう、ビシエド選手の競争なんですよ、ビシエド選手との。だから石川昂弥とのライバルじゃないんで、これね確かね今年の、去年か、これ確か去年のね、あの秋か冬に行ってたと思うんですよ。高橋周平選手のライバルはあの石川昂弥じゃなくてビシエドっていう。でなんでかというと、石川昂弥はもう使うでしょって言って、使うでしょって言ってね、ファーストだろうがサードだろうが使うでしょうってね。あの時もね、なんかファースト石川昂弥やるでしょって言って、まあ、やるやらない以外の選択しないでしょって言ってましたけど、まあね、やっぱまあそうなるなって感じですね。だからまあ石川昂弥のためのチームですよ。だから石川昂弥を打たなければいけません。あの石川昂弥は打ってほしいとかじゃないんですよ、打たなければいけないという。だから、あ、打ったね、すごいね、とかじゃないんですね。もう石川昂弥のために今チーム作ってるんで、完全に。だから、ファーストだろうが、サードだろうがね、もう開けて、もう、お前使うぞってね。で、正直言うと、ミスしても、やっぱ固定されるし、もう特別扱いですよ。特別扱い。で、多分ね、本当に、おいおいおいと思ってる人もいるでしょうけどね、チーム内には。あれだけやっぱ特別扱い。でも、ドラフト1位ってそういうもんですよ。もうこれ、周平さんの言葉ですね、これね。これ確かね、お正月の対談のドラフト1位対談の話ですけど、まあ、ね、周平さん、やっぱドラフト1位ってのは嫉妬されるしね、やっぱ出番が多いんで、ドラフトの順位ってすごく大事って話で、やっぱね、出番もね、普通の指名と比べてやっぱ多いですし、まあ、嫉妬されるけど、まあ、だから答えなきゃいけないっていうね、特別扱いもあるし。そうそうそう、なんかインタビューでね言ってましたね。でもやっぱ答えなきゃいけないんですよね、ドラフト1位は。だってこれはあの1億円ね、契約金で払ってますからね。1億円を契約金で払ってね、一大プロジェクトですよ、ドラフト1位って。ドラフト1位は一大プロジェクトです。選手一人にね、契約金だけで1億円、ビッグプロジェクトです。成功しないといけないんですね、1位は。まあ、しかも高卒ドラフト1位ですからね。まあ、別格ですよ、別格。まあ、当時の契約時点での満額出してますからね。横山の練習見に行ったらしい。へえ。まあ欲しいというかね、ドラゴンズは、まあなんか狙っ、まあ、ショートというか、取りたいんでしょうけどね。さあ、ということで30秒ぐらい出ます。あとどうでしょうか、どうなんでしょうか。まあでもどうだろう、そんなにこれでもどこ変えるところってでもあるか、なんかまあなんかまあまあまあみたいな感じのオーダーになりそうだけど。でもリューク選手使おうかな、守備。でも守備固め、なんかもう守備固めてくっても選択肢ですからね。なんかリュークとかね入れて、なんか守備をガチガチに固めるのも選択肢ではあると思うんですよ。キャッチャー宇佐美欲しいかな。で見ようか。出ました。あ、リュークだ。リューク。今日リューク。やっぱ守備固めてきましたね。あ、てか木野拓さんじゃん。ん？木野拓さんだ。7番。へえ。ちょっと変えてきたね。へーって感じ。
少々お待ちください。へーって感じだね。今日は気のたくさんなんだ。宇佐美柳バッテリーじゃないんだね。じゃあちょっと書いていきます。さあいざ。1番センター岡林、2番レフト大島、3番ショートカリステ、4番ファーストビシエド、5番ライト細川、6番サード石川昂弥、7番キャッチャー木下拓也、8番セカンドリューク、先発ピッチャーで柳というオーダーです。で、オーダーだと予告先発が梅津、梅津投手ですね。なるほど。てことは涌井投手があれか、その次か。はい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 、梅津投手ですね。てかあれだね、月曜日もね、ナイトゲーム、月曜日ナイトゲームってなんか新鮮ですね。なるほどって感じですね。でもどうだろう、ドラゴンズ的にこれは、まあでもセカンドリューク結構積極起用が続きますね。まあやっぱ守備っていうところでかな。これでもさ、どうなんだろう、ショートカリステってのがこれでも結構ね、わかんないんですよね。来年これやっぱね、宮本さんが言ってたことがすごいね、なんか意味深なんですよ。宮本慎也さん、あ、これ両方出ましたね。宮本慎也さんが言ってたことが、来年カリステは使わないみたいな感じでさ、そんな感じで話してたじゃん。なんか言ってたじゃん、野球一貫で。で、宮本さんってさ、当然監督と喋ってるんで、やっぱ誰かを使いたいっていうのもあるんかなーって思っちゃうね。多分ね、なんかカリステ選手は当然残留するけど、やっぱね、何かがあるかもしれない。何か誰かをやっぱりね、ショートにね、入れたい人はいるのかもしれない。だそのためにリューク選手をセカンドに入ってるとか、まあ、誰かが来るかもしれない、ショートに。監督がね、まあ今はいないけど、その来年になったら使いたい選手がいるかもしれない。っていう、これでも結構マジでね、リューク、田中美希はセカンドかなと思いきや、ショートで使うかもしれないんですよね。でまあね、村松セカンドっていうところは、村松リュークセカンド入れて田中美希はショート入れる可能性は結構高いっていう。であとはドラフトでショートも取るっていう。多分ね、二遊間構想ね。でもね、ショートは多分カリステ選手だけっていうのはあんまり、これそうではないのかなと思いますけどね。なんか複雑だよね。なんか難しいですよね。でもなんかね、いろいろあるのかなと思っちゃうね。なんで一軍で一打席も立てない選手にそんな期待できるの？まあ監督が見込んだからでしょうね。理由は、まあ監督が
まあいけるという判断でしょう。まあ見込みがあるから使うって話だと思いますよ。理由としてはやっぱり、まあ動きがいいので。まあ確かに何とも言えないんだけどね、言えないけど、まあ監督がいけるという。でもあのね、惚れ具合がえぐいっすよ本当に。怪我して結構何ヶ月も経ってるのに、本当は田中美希也を使いたかったんだけどねみたいな立浪ワールドでさ、ポロッと言ってるんですよね。本当は田中選手を使う予定でしたがみたいななんか普通にねポロッと言ってますからね、田中美希也選手とかを使えればみたいな。まあ相当ですよ相当。まあ相当ですね。ああそうね、田中美希也選手、あそうそうね、あれだ、あのドラフトじゃなくて、あのシーズン開幕前のセリーグ6球団監督座談会みたいなんですか。で、なんか田中という選手がいるんですけど、みたいな。ね。あれ悲しかったな。監督のさ、セリーグ6球団座談会みたいなさ、覚えてる？あれでさ、田中という選手がいて、ねえ、どうこうどうこうみたいな。あ、本当だ、今日堂上選手ベンチ外だ。本当だ。まあ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 。あ、てか砂田、今日砂田投手入りましたね。今日は砂田投手が入ってます。ピッチャーちょっと、意外とピッチャー多めですね、今日。なんか、やるのかな。今日結構ピッチャー多めですね。これね、多分ね、あの、あれよ。今日、マシンがあるよ。マシンが。多分ね、やるよ。いや、今日は多分勝ちに行くと思う。なんとなくだよ。なんとなくだけど、あの、マシンガンっていうか、あの、ガチで勝ちに行くと思う。柳投手の勝ちをつけたいと思う。リードしてればやると思う。これはね、あの、やっぱやると思うよ。別にやらなければ、あの、ピンチ招かなければ多分やんないですよ。ピンチ招くと、柳投手に勝ちをつけると思う。で、これ最初言ったんだけど、柳投手ね、今日ラストかもしれないですよ、今シーズン。これ、あのね、柳投手今日ラストかもしれないですよ、先発が。今シーズン。で、多分本拠地はどっちにしろラストですから、多分。勝ちつけたいと思うんですよね。で、そう、柳投手が投げ切れれば問題ないと思う。そうだから今日はね、多分監督ね、勝たせに行くと思う。なんとか、なんとかね。別に、まあ、マシンガンっていうか、あれを勝たせる系統をすると思います。マシンガンって言い方よくないですね。でもそうね、結構左のピッチャー多いから、まあいろいろやるでしょうね。まあ丁寧、でもね、あのね、今ってね、でもね、1イニングね、1人で任されるピッチャー少ないんでね。これさ、松山でしょ、松山、藤島、まあ、勝野で多分終わりなんですよ。3人しかいないんで結構しんどいんですよね。あんまりね、そうなんですよね、1イニング任せられる選手がね、そんなにいるわけじゃないんで。
ある程度ね複数人でしのいでいくしかないってのもある。これはね別にマシンがしたくてしてるわけじゃないけどね、本当になんかちょっとねやっぱ信頼できるピッチャーがなかなかという。まあ別に一人でね抑えれるんだったらまあ送り込むでしょうし、まあでも本当あれよ、別に柳投手がいいピッチングすればないですよ、そんなね継ぎ込むことは。でもねこれねピッチャー増やしてるんである程度狙いはあるでしょうね。まあある程度は狙いはあると思います。ピッチャーを増やした意図は。ライデルはもう今季投げませんね。まあでもねここまで来たらあれですよ、ここまで来たらもうどの球団もねフル投入です。阪神以外は、阪神はフル投入しないと思う。無理して勝ちには来ないです。まあ休ませに来るんだけど、阪神は無理せずに勝ちに来る。まあねセーブタイトルもあるし無理せずに勝ちに行く。谷本投手も最終日かな、こうなってくるとね。まあ阪神は、まあ、勝利ぜ、まあ、何が何でも勝つというよりはね本当にタイトルと、まあ、調整できればというイメージだからね。周平さん元気じゃないです。周平さんは元気ではないですね。まあね、まあでも阪神普通に強い、当たり前だけど強いですからね、そもそもね。まあ普通にやったら普通に強いんでね、ここはまあ頑張っていただければなと思いますね。え、普通にやったら普通に強いですからね。明日 NHKBS あるんですね。あと周平さん体調不良です。ヒーローは柳、いやてかあれよ、柳投手が頑張る以外勝てないですよドラゴンズだって 100% 勝つのであれば今日柳投手です。柳投手が頑張らないと今日は勝てません。以上、それ以外の勝ち筋ないですよ。もうゼロに抑え続ける。まあ打ち勝つってのはちょっと難しいですからね、阪神相手に。柳投手が試合作ってって感じですね。リューク、まあそうね、リューク選手確かにバッティングはそうね。ドラゴンズ打線覚醒してる？どうかな。でも作戦的には本当に柳投手のバッティングが生きるっていうケースはあると思いますよ。やっぱりこれはまあね、リューク選手まででうまく絡めてチャンス作って柳投手のバッティングで点取るっていうケースはあると思います。まあ期待しましょうということで、お疲れ様です。高評価よろしくお願いします。さあ柳投手の好投に期待です。お疲れ様です。